8人。はい、皆さんこんにちは。ということで今回のランバト参加者17名、うち遠征者8名、約半分ですね。素晴らしい。茨城リップ有名になったものです。昔ここね、このゲーセン03の聖地として03が4台並んでたんですけど、今見る影もなく1台端っこにポツンと置いてあるだけです。残念なことに。まあそこはまあカプエスの話は関係ないんで、カプエスの話をしていきたいと思います。で、今対戦しているのが1回戦、さっき言ったっけな、あ、FK さんと麻生さんで、ブランカチュンリーサガットが FK さん、麻生さんはブランカ響きサガット。今日ね、実にシーグルの参加者が多くて、なかなか面白い光景多いかと思いきや、シーグルなのにみんなぶら下がじゃねえかよっていうね。まあ違う人もいましたけど、もちろんぶら下が多かったんでね。うん、まあキツイの自己主張はほっといて先方戦でどっちか見てなかったからどっちか分かんないんだけど、これどっちだ、あ、今当たって減ったから、こっちが FK さん、赤い方が FK さん、紫の方が麻生さん。垂直ジャンプでクスタイク最後相打ちで、先方戦は FK さんのブランカが勝利ですが、体力がなあんまりないですね。もうちょっとだけ、まあ、響きの小足からのワンコンボでは死ぬか死なないか怪しいぐらいの体力ですけど。さあ中キックヒットして前中キックか。響きブランカね、これクソめんどくさいんですよ。で、もう、あ、ブランカがじゃあ響き側がね、そう、ちょっとめり込んだらもうこんなん来るし、もう、あ、なんかもう C ブラなのに歩かないといけないっていうね、この組み合わせめんどくさいですよね。ブランカなんか歩きたくないのに。飛びが通ってダイレクトでない、おー、あれが良かったですね。なんとかブランカ殺して、体力しかしまあ4割ぐらい減っちゃいましたかね。まあ3割5分ぐらい。そして響き順に原キックで落として、原キックってなんだっけ、原電アタッチ中だっけ、なんか前もしてた気がするけど、おー、よくそれ入って安定コンボで殺しきる。ジャンプ強パンから陽子剣ですね、おなじみの派生です。ゲージが少し溜まって、対象チュンリー下がると、まだチュンリーのゲージがないんで、そこまで差し返されても痛いダメージ受けないんですけど、この組み合わせね、サガット側が差し合いがちょっとしんどいんですよ。レイドがヒットして強アッパーか、体力約半分。画面端に持っていって、なんとか追い詰めた。さあ体育は出ずに、あーっとアッパーか出ず、砲翼線ヒットつながってない、めくりからつながってなかった。いや、なんで当たったん、見てへんかったけど、差し返しだったが届かない、レベル3だったら届いたかなってギリギリ怪しいところですけど、ダゲージがなくなってしまったのでちょっと辛いですね。なんとゲージ稼ぎながら、あとオートガードして、おっとミスってしまう、あれ歩かないと届かないんです。削りに行った、さあだんだんじり貧になってきました。元気キックヒットして画面端逆に持っていったが、飛びが通ってジャンプ中しゃがみ中パン、砲翼線勝ったのは FK さん。じゃあ次、それでは2回戦で、屋根さん、屋根さん本物じゃないんですけど偽物の屋根さんとキッタさんですね。キッタさんがやれ、屋根ってエントリーネーム寝てるキツネさんがテリーです。さあ早速テリーが怒ってますね、お怒りです。テリーさんピヨってピヨって飛び通ってダイレクトは出ない、怒りゲージは使えずに相打ち相打ち、体力が溜まってきた。ジャックはヒットするが何もコンボがない。テリーは足場でヒットして強パンからピヨってダイダイバーンナックルまで行かずに死亡をまくって、テリーがブランカを撃破。中堅戦ベガですね、お、いい色ですね、ベガの色が青い、テリーは青で、ジャスト取ったがしゃがみ強キック出したんですかね、今のパワーダウン出ちゃいましたけど、足腹ヒットして、じゃあ中段が入って、足腹ヒットよく当たりましたね、このしゃがみ強キック。画面端投げて思って中段ヒットして、しかしまだなかなかピュアないですね。ジ
ジャスト取って、あ、おー知ってる、対策してる、おーっと、おーい、おーっと、なんか出来力をアピールしてましたね今。これはハイパー起戦タイムリー、勝利ベガ撃チェーン、先方セリアまだ生きている。桜が、桜がどこまで粘れるか、しかしレシオは1位なのでそこまで安心ができないです。安心というか楽はできないですね、体力ないんで相打ちとかが辛い。証券ヒットしてフラワーキック、最後にヒット倒してゲージマックス、中堅ギースですね。ここから桜有利を生かしてまくれるか、キッター、しかし攻撃当たっているのはギース、時間は経ったのでピオリはリセット、足払いを使って波動章がヒット、さくらもなかなか攻めきれないですね。あ、おー、ジャストちょっと取ったが外れて中段入れて補正切り、あ、出ない、ジャンプジャックキックは出てしまったか、ちょっと、まあでもしかしさくらのゲージはないので春風ヒット、ここからゲージ回収しつつ体力を奪いたいさくら、逆にこのまま殺しきってゲージを止めさせずに終わりたいギースですね。波動章を重ねて当て身、置き攻めにジャスト取って当て身があるのでなかなか強襲、フランめくってジャックパン、コパンヒット、高め中キック、足払い、当て身を張り切ったがわざわざっていない、投げて置き攻め、まだ生きている、大英剣を全冠昇王剣で透かしてギリギリとどめたが時間がないのであまり体力はしないですね。さすがにこれを桜ゆりとは言えないですね。もうガンガン重ねにいってますがゲージが溜めそうな桜、こっから負けたらちょっと悲しいんで、あっ、ジャック、ジャックゆっくり刻んで勝ったのはキツで、月下の剣士だろ。はい、それでは3位決定戦ですね、ベガとブランカ先方が C ブランカ A ベガ、おー A ベガ先方とかダイオスターみたいですね、色も近いし色も一緒で、先方ベガに求められるもの、地上戦の立ち回り、あとゲージの溜め方、うん、まあ発動ポイント、そうですね。で、先方 AB がいいところは自分でゲージがちゃんと貯められる人っていうのは貯めつつ発動回数が増えるんです。まあでもそれ対象でもいい気がするけどね。まあ後ろにいるからガンガン発動を使っていけるっていうのが一番のメリットですかね、先方 AB が。うん、しかしガークラッシュのブランカじゃないベガで、あー、しかし出ない、ローリングでしっかり抜けて、まだベガのゲージはたまらない、ジャンプ中盤ヒットして暴れてステップから何かしようとしたが逆にブランカがワイルドファングで投げる、どうや、いやちょっとね、中堅サクラってゲージマックスなんでね、このゲージをおーっと使ってちょっとめり込んだが持続部分だったから大丈夫だったみたいな感じですね今の。そうで、ブランカのスラの先端当たったら反撃ないとかいうのは、まあ距離が遠いっていうのもあるんですけど、もう一個あるのは技の持続が当たってるんで単純にフリーフレームが短くなるっていうだけなんですけど、ミスったところに中足ダイレクト当たって画面端から出られないサクラ、おー、うまいですね、ジャック、ジャックバーチカルで、あれしかコンボがないんで、あの状況サクラはジャックから電気当たりません。電気がヒット、前転の終わり際にヒットしちゃいましたね。さあ先方ブランカが止まらない、最初ブランカ出てきたがゲージはまだ溜まっていない、お互いゲージ状況は似たようなもんですね。ローリング、ローリングで返して電気がヒット、ここは画面端でお互い行く、おー電気見てから壊しローリング、うまいですね。
じりじりと歩いて前を詰める A ブランカー。発動した A、 面からしっかり拾ってとどめを刺して、ゲージないですが、まあなんとか先方を倒して中継に持っていきましたね。まあ、響きのゲージはあるんですけど、響きって結構ゲージの使い方がね限定されちゃうんで、状況がかなり近い位置でジャッキ攻撃とかヒットしないとね。飛ばれた、行く A ブランカはゲージを何としても貯めたいですが、おステップはしっかり見てから投げる。まあ確かこれなんだっけ、あ、ローリングだが遠まで当たっても角半取れるっていう、残念しよう。投げて、お、投げ返す、あーと小足が一発多い。今度は新規発症、発症する新規なりで体力奪って、残り体力わずか。これはブランカつらいか、なんかおーローリングヒットだが遠まで角半勝ったのは麻生さん。さあ今麻生さんで、さあそれでは続、さあそれではラストですね、決勝戦キツネ対 FK ですね。もうちょっとさん付け疲れたんでやめます。足払いヒットしてブランカが、しかしよくテリーとブランカでやりますよねこれ。青差し返し電球打たし強キック、テリーでそれなんかレアすぎて面白いですね。投げは投げ抜け、体力リードはブランカだが、怒りゲージがあるのはテリージャンプジャックキック、上に判定が強かった、しかし飛びが落とせない。ゲージが、あっとマスターウルフが出ない、ローリングヒットして体力がない、ジャストジャスト投げて体力なくなって、先方戦はブランカ、これはちょっとつらいですね。しかし次に来るのはギース、軽ギースはね、正直軽ギース、軽キャミ、軽響けたりはシーグル使っててやりたくないです。まあそれぞれ理由は違うんですけどね、ギースの場合は単純にガープラが怖いで、キャミ響きの場合基本的に地上の立ち回りが辛いんで、ペットリレイブ最後まで行かずに途中で死亡。最後でも出し切れましたね。でギース体力あるんで、あと2回は行かれますねこれ。そしてチュンリーギース、このクラスなかなか難しいポイントが、ジャストジャスト取って足払い確定で、当て身を取って暴れ読んでいた、置き攻めクリアしっかりガード、空対空にジャンプ強キックだが着地硬直を投げられる。体力一気に逆転して、時間が経ったのでピオリオリセット、あしゃがみ中盤差し返し、しゃがみ強キック、中段はヒットせいしないが、砲翼もいけない、相打ちでも OK、 とどめ刺されたチュンリーがダウン。さあこれ対象下がると逆に今度きついリーチですね、怒りゲージもたまりそう。さあコンボ入って入って、しかしイースの怒りゲージがこれをゲージなしのサガットがしのがないといけないですね。しかしなんとかしのいで、ここからサガットのターンになるか、下でよ強いですね、しゃがみ強パン走ったところにヒット、大将サガットサガットですね。ゲージが1個、まあ状況的には5分ぐらいですね、これゲージ2個あったらサガットってか C サガット有利ぐらいでいいんですけど、1個だったらまあ5分ぐらいでちょうどいいと思いますね。ジャストジャストでゲージを、おー、ジャクジャクジャク中からキャノンで体力ごっそり奪う。 FK さんお出し上手いっすよね。飛びが刺さったがレイドが出ない、そう前提も落とす対処できずに、さあ優勝はどっちだこれ。飛びはもう大剣アパカで無理はしない、しかしまた下がったはいかっそー危ない。さあゲージを使って、あめくりが入ってアパッカ死亡して勝ったのが FK、 優勝 FK さんです、おめでとうございます。